しゃ、やっていきましょう。やっていきましょう。今回はちょっと松が待たせすぎたということで、松は感電を使わないということを約束に、6、3のルールでやっていきます。はい、これはタイプはどう？圧倒的に松の方が不利。そうなんや、うん、ただ出た瞬間の一旦目しか使えない。先制技よりも早いんや。そう、先制技にも一応順序があって、それ書いてないけどな。書いてへん、裏設定で。驚きやな。硬い。あ、こっちの方が早い。なんだって。やるね。ミミったわ。中野ちゃん結構早い。ミミッキーより早いから。あ、早すぎてビビった。マジ待つ待てる。対松対策の天達。なるほどね。あ、テラッサルしてくる。どれぐらい食らう？天達は遅いよね多分。いや結構な早い、この子も。あー、いいね。いいダメージやね。なるほどね、さすがにね。まあ全然突っ張ってもよかったけどな。あーね、いいね、いいね、最高やわこれね。やるね。だって絶対帰るでしょと思ったんだけど、どうかな。松が帰らなかったらどうしようとちょっと思うけど、まあでも別にどっちも痛くはないからいいか。帰ませんやわ。まあ痛くはないからいいんだけど、どっちでも。あら、松が買えへんかった理由はそんなに食らわへんのちゃうかなという。そう、それな、そう、あんま食らわへんと思うね。そんなもんか。そんなもんはきついわ。こっちの方が多分全然、まあ、効くね、うん、これ2回打った方がやれたわ、これなら。いや落ちないでしょ。あ、そうなんや。はい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 、まあどうせ倒せるんで。なるほどね。ちょっとでも回復しとこうということで。お疲れちゃんやわ。お疲れちゃんやで。ちょいと厳しめかもしれんね。中野ちゃんは型破りだ。まあ、ポーチ。次なー、ここ頼む。中野ちゃん外していくー。激激激外していくー。しゃあない。いや、効くねー。こっちでよかったな、全然全然。ここ大事よ。あー、そうか、水テラスになってるんか。幕開けってギリギリ大変。それ落ちろ。よし、ふぅ、これ落ちなかったよ。厳しい。アマタツか。あとクソザコよ。クソザコパトラ、うん、パトラ強いやん。でも厳しいね。正解の踊りやな、アマツ。まあテラスタル、まずテラスタルなかなか切らへんよな。うん、いやこれでメガトン、メガトン急所で落としてもしんどいからな、正直。ナイス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 。どのくらい効く？これが、これがどのくらい効くか。これも半分以上効くやろ、余裕で。パトラ弱いもん。やったー、受け切れー。パトラさん、イエーイ。パトラさん、つら、勝ちました、勝ちました、今回も。パトラいらんかったな。パトラちょっと弱かったね。うん、どれ行く？こんなんもうゴーゴートゥー、うん、関連関連取るね、人から。あね、次々と重なってるんちゃう。松ドックよろしく。よし、関連ゲットや。じゃあ次の目的地、ここのスターダストのニューバベリー強いフィアリーグ、フィアリーグミナーチとで、まあ、ナンバー2か分からへんけどね。2番目やから、うん、マジボスが1番かもしれんから。で、どこをやるかと言いますと、このこの陸地ね。この陸地、うん、ここまで川より上で。あー、でもここ繋がってるから、ここまで
ここまで。OK。川より上の陸地、湖はなしと。うん。よーい。スタート！ゴー飛べー！やべ。あれ、こいつは白龍まだやね。よし、こいつ。マジ？ああ、くさ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 ！こいつ水なんだっけ？ボルトス。まあ、それ。捕まった。はあ、ふざけんなよ！はい、来たー！こいつは強いよ、きっと。それは進化したら。ああ、来た！いいやん、いいやん。何それ。ナイスー！ヘラクロス。ドン。まずはこいつを。行こうかしら。行きましょー。影のカードからでーす。ゲットー。もろバレる。バレバレる。パーファッキュー。ソンドス。よし。よーさすがにね。アマージョ。よいしょー。サンダースゲットー。ゲッチュゲッチュ。こいつ捕まえたっけ？それ捕まえてない。クジラ捕まえるか。鬼ゴーリ捕まえてなくない？捕まえてへんね。あ、マニューラー。あ、でもナイスー。ファッキュー。ハルクジラー。お、こいつは雪氷捕まえてないよね。自爆製品ジオズム捕まえました。いや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 、またまたご冗談を。この花なんやろな。捕まった。あ、そう、捕まった。え、捕まった。やるね、うん、剣立ての時の。いや、ゾウドウじゃないね。これは捕まえた。捕まえてない。そいつ強い。ゾウドウフェアリーコース効くんだっけ？普通、うん、はい、大王ドウ。はい、捕まえました。氷っぽいだ、氷っぽ、ほら氷っぽいやん。あ、氷っぽ陸に上がってきたわ。何笑ってんねん。お、ドンカルス。どっからスキャッチュー振り始めだけなんかな。あ、こいつ捕まんねえの、マジムカつくわ。ザコのくせして。あ、捕まったわ。ああ、こいつ捕まえるわ。何欠勤で。あ、死んでもうた。効果抜群すぎて。こいつ行こう。ん、名前出てこへんわ、こいつの。カマキ。いやー、もう無理か。もう久しぶりの勝負するんかい。はじめ。まずいな。そっちの方がレベル高いし。高校生。マジ？死んだ。はい。気持ちいい。気持ちいい。死んだね。ああ、面白かったわ。終わりです。いやー、いい品かー。いや、今のでかかったよ。今の最後の一匹捕まえさせなかったのでかかったよ。はい、じゃあ結果発表。パチャ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 。七？八？八？おぶねえ。くそー。このカマツが。けどな。このカマツが勝負を分けたね。なんやその適当な名前。やる気あんのかい。カマの松やで、カマツ。あやちゃん。あやちゃん。スターダスト大作戦進んでるな。残るボスは二人か。この作戦のおかげでいろんなことが見えてきて助かってるぜ。ところであやちゃん、カシオペアをどう思ってる？明らかに怪しい。不思議。なるほどな。俺はな、カシオペアがスターダンを憎んだり恨んだりしているとは思えない。逆に言うんだ。あいつがダンを解散させたい本当の理由は一体、絶対マジボスやんな。そろそろ見張りに戻るぜ。アジトに挑むなら呼んでくれよ。あ、それだけ？みんなにちゃんと学校行ってほしいんちゃうのって思うけどな。マジ、うん、そうだね、確かに。それではまた後ほどピアノのお稽古の時間に。坊ちゃまによろしくお伝えください。あ、わかりました、犬飼さん。おや？おや？あなたも坊ちゃまのご学友の方でしょうか。喋り方めちゃめちゃ丁寧やな、うん、さようでございますか。ご存じないかもしれませんが、ここはオルティガ坊ちゃまが率いるフェアリー組チームルクバーのアジト。あ、あの、そういうの勝手に教えないで。大変失礼いたしました。この方はどちら様なのでしょう。多分私たちの敵です。なんとボッチャの敵ということで。うん、そうです。なるほど、であれば。え、私と一緒に願いましいんでしょうか。いや、神々や。それでは参ります。参ります。ポケモントレーナーの犬ヶ谷が勝負し、こいつポケモントレーナーじゃないわ、多分執事だよな。マジデカルちゃんは見た目となんか仕様が違いすぎる、あまりにも。
これはこれは、うん、参りましたね。お見事ですな。我が主オルティガ坊ちゃまは私以上にやり手ですのでご注意くださいませ。はい、それでは失礼いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、やってくれへんかったな。今の新種はね、アカデミーの前の校長みたいなんだけど、今はボスの教育係らしくて時々ボスを迎えに来るの。いや、話してる場合じゃなかった。君が敵だと確信したんで私は報告してきます。お疲れ様でした。敵にはしてくれるんや。せやね、うん、前の校長やって。ほなこいつがあれちゃうの、スターダストとかのさ。あ、確かに、うん、ラタラタラタ、見張りに対処できたか。まあ、よくそんなんで来れたな、うん、アジトの主はスターダンフェアリー組チームルクバー、オルティガはスターダンメカニック団頭、ボスの中では最年少だが腕は確かだ、アナドルだよ。彼は基本的に自分より他人に行動させる司令官気質だが少しプッツンしやすく、怒るとボス自ら戦地へと乗り込んでくるだろう。キレさせろってことね。下っ端たちを倒していきましょうと。準備ができたらゴンゴン鳴らして大作戦開始です。ガン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 だから、こいつらがいじめられっ子を産んでしまったやつだってことやね、さっきのやつがね。いじめられっ子？いじめられっ子。いじめてたやつをもうバスバスやったんちゃうの？いや、それはそうだよ。違う。いじめられっ子、校長の話よ。いじめられっ子。もう野放しにしたってこと？そうそう、野放しにした悪魔っていうことよ。悪いやつよ。OK、フォーリッシュ！ 33、引き倒してもうた。守りきれませんでした。